さて、今回の動画ではですね、仮定法過去完了で、wish を使った例文を紹介しましょう。そして、しっかりと使えるようにしましょうね。まずは日本語の例文です。もうちょっとしっかり集中しておけばよかった。その授業に取り直しだよというね、後悔の表現ですね。実際の過去に関する事柄です。つまり、過去にね、集中してなかったっていうことで悔やんでるわけですよ。で、例え話だよね。反事実を表現します。英語の例文です。I wish I had been more attentive. Attentive というのは集中するということです。形容詞ですからね。そして Now I have to retake the class. ここでは仮定法は使われていませんからね。で、結局この青いね、時制のところを見てくださいね。過去のある時点までもうしっかりと集中していればね、していればこんなことにはならなかったわけなんだけど、できなかったわけだと。I wish だということで、ここでは、完了、過去完了形が使われているということを考えてください。で、ちなみに wish というのは hope と全然違って、もう望んでるんだけど実現しないっていう、その感覚があります。でも hope については、実現する可能性があるということを区別してくださいね。で、構造的には I wish の後の節については had been、過去完了形が使われていることをしっかりと意識しましょう。もっと何々しとけばよかったというふうに今回の例文では使っています。さあ、最後の例文です。めっちゃお腹痛い、あんなにたくさんアイス食べなかったらよかったって実際にね使いそうだけどね、ではどんな例文になるかです。I have a terrible belly ache. Belly ache というのはね、これ腹痛なんだよね。で、動詞でも使えるんだけど、もう頻繁に不平というか、もう文句言うっていう、ね、動詞なんですけど、belly ache です。I wish I hadn't eaten so much ice cream. あんなにたくさん食べなかったらよかったということで、過去のある時点までもうガツ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 アイス食べまくっとんね。ああ、そんな食べんでもええやろって言うんだけど、食べちゃったことによってと、ね、お腹が痛くなった。I wish だからもう食べて、もうね、そんなに食べなかったらよかったということで、まあ、反事実を表現するということです。さっきとは違って、I hadn't で否定形が使われているということを確認して、使えるようにしてみてください。ね、後悔の大気持ちを表現しています。ということで、今回は仮定法過去完了の wish を使った、もう実現しない wish です、ね。それを区別して使っていきましょう。Alright, everybody. Talk to you later.